皆さんこんにちは、レミです。今日はですね、これから友達とご飯に行くので準備をしようと思っているんですけど、今日はこの間買ったばっかりのこのプレイオンメイクのアイシャドウパレットを使ってカラーメイクに挑戦していこうかなと思います。それでは早速どうぞ。はい、じゃあ早速始めていきます。まず塗るのがダイソーの CC クリームです。次にダイソーのパフを使って伸ばしていきます。はい、次にキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを塗っていきます。付属のパフを使って下まぶたの部分と小鼻の脇と口の脇に重ねて塗っていきます。次にセザンヌのパールグローハイライト01番シャンパンベージュを使ってハイライト入れていきます。ハイライトはいつも通りおでこと鼻筋と鼻先と顎と C ゾーンに入れていきます。鼻は鼻が低いのがコンプレックスなので結構がっつりハイライト入れていきます。はい、次にセザンヌのミックスカラーチーク20番のシェーディングを使ってシェーディング入れていきます。このエラは本当にコンプレックスでいつかボトックス入れたいと思ってます。次に同じ粉を使ってノーズシャドウを入れていきます。このね、鼻の形とね、高さがコンプレックスなので理想の鼻を作る形でノーズシャドウ入れていきます。はい、続いてチーク入れていきます。チークはダイソーのクリームチークと、これもまたダイソーのパウダーチーク入れていきます。まずクリームチークを入れていきます。次にパウダータイプ入れていきます。次に100均のアイブロウペンシルを使って眉毛を描いていきます。眉毛の外枠を描いたらダイソーのアイブロウパウダーで内側の部分を埋めていきます。次にブラシでぼかしていきます。はい、眉毛の最後にアイブロウマスカラ塗っていきます。これもダイソーのものです。はい、次に
プレイオンメイクのアイシャドウパレットのワインという色味のものを使っていきます。まず塗るのがこの色ですね。マットなベージュを下まぶた全体と上のアイホール全体塗っていきます。色が結構淡いので重ね塗りして色を重ねていきます。はい、次に真ん中の真っ赤な色を塗っていきます。これは二重幅の部分に塗っていきます。思ったより色が赤くない。思ったより薄付きですね。これも重ねていきます。どうですか？同じ赤を下まぶたに塗っていきたいんですけど、まつげの際の部分に沿って細く入れたいので、筆のこの何て言うんだろう、先の部分に薄く取ってライン状に入れていきたいと思います。赤入ってるの分かります？はい、下まぶたに赤入れました。でこれだと結構腫れぼったく見えちゃうので、一番端のダークブラウンをまつげの生え際のすぐ上の部分にライン状に入れていきます。はい、次にアイライン引いていきます。アイラインはダイソーのダークブラウンのアイラインを引いていきます。目尻の部分は跳ね上げていきます。下まぶたの部分はさっき引いた赤色のシャドウが消えない程度に入れていきます。はい、次にマスカラ塗っていきます。マスカラはダイソーのボリュームタイプ塗っていきます。すごい大事にしている下まつげも塗っていきます。はい、メイクの最後にリップ塗っていきます。今日は目元を主張したいので、唇は抑えめにヌーディーベージュを塗っていきたいと思います。これはダイソーのものです。はい、これで一通りメイク完了です。はい、髪型整えてきました。なんか今日顔がむくんですごいまん丸。今日は
女友達とこれからご飯に行くということで、普段モテを意識している時には使わないような赤色のアイシャドウを使ってカラーメイクに挑戦してみました。このメイクはプレイオンメイクのアイシャドウパレットのワインという色味のもので作ることができます。パッケージもすごい可愛くて、カラバリも豊富で、しかもドラッグストアで税込み1408円で買えるので、すごいおすすめです。次はワインじゃなくて違う色味のものを買って、他のメイクもしてみようと思います。今日の動画が参考になったな、良かったなと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。